おはようございます、釣り子 TV です。これラインスラックの背びれジャンキー、7月1日にね発売開始っていうことで、2022年の新色ですよね。先日あのラインスラックの、小倉さんのところに、今年はどんなカラーがあるのかね気に行きましたけども、ここ私ここのこういう角度、ルアーがあっちにあって、こっちにあるはい、このいわゆるこういう角度でこう巻いてしまうんですね。今糸が90度になってますね。はい、はい、キャストしました、はい、でこの巻く姿勢の時に、はい、ラインとこのロッドが今90度になってます、ね、90度になってます。はい、ここでもし背びれにチャポって出たとしますよね。出た魚が、はい、はい、そうするとこの竿の男性で、はい、ガツって合わないんですよ。あ、合わせが、はい、わかりますかねこの分。はい、でもこれがまっすぐキャストしたとこからまっすぐ、はい、ラインとロッドをまっすぐで巻いてるとですね、はい、そのまま出た時に、ま、もうこれだけでもガツってわかりますかねまっすぐ合わせですね。まっすぐ合わせ、巻きで、はい、竿っていうよりまっすぐ、はい、その竿の男性に殺されることはないので、はい、もうちょっと巻けばもうガツッて即腹筋、はい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 、だからもう出てびっくり合わせとか、うん、さっき言ったようなちょっとこの角度をつけて、はい、いると同じ巻き合わせでも竿の男性にそこの竿の曲がりの分ロスのパワーが出ちゃうっていうことですね。そうですね、もうまっすぐで巻いて、はい、そのまま出たら巻き続けてればいいっていうだけぐらい、はい、で、あ、しっかり腹筋して重み乗ったなと思ったら、まあ、竿を立てるなりにしてこうやり取りしてもらった。はいはいはい、合わせちゃうとルアーも飛んでっちゃって、はい、2回目のバイトもしかしたらあるかもしれないから、はい、チャンスが減っちゃうので、はい、巻いてれば、うん、そのまま巻き続けて、うん、もう1回終わすこともできたりもする。タコ踊り禁止ってことですか。わかります、それは、はい、これ、はい、これね、この今やったこのスナップを持ってもらうとわかるんですけど、はい、その全然力の伝わりが、うん、この竿が曲がってる時は全然その今小倉が手に持ってるところに伝わってないと思うんです、はいはい、ほとんど。あ、竿がもう曲がっちゃってるだけで、私一生懸命こうやってほら合わせてても、針を貫く圧力はまだ届いてないってことですね。それがこのまっすぐだと、はい、もうこれ リードが壊れる。 A ちゃんの力がすごく強すぎて、もうこのガツって、ね、もう来るね、ドラグが終わっちゃってぐらいだけど、すごいグッて刺さるんですよ、はい、だからその方がフッキングがいいと。背びれに対してもう竿をまっすぐ保持して、はい、私たちは背びれに関わらず、はい、スーパーロッパーとかでも、はい、何でも竿を集めます、まっすぐ、はい、はい、でその方が絶対よくやっぱ出てバラしたみたいな、もう動画見てて分かるんですよ、はい、バレるよと思って、もう完全バレますからね、針先まで入ってないからその合わせだとっていう、いやもう角度がついちゃってるんですよ。やってらっしゃる、はい、ビデオで釣ってらっしゃる方の動画見て、はい、バレた時っていうのは必ずこうなってます。あ、なのでやっぱりいつもこのまっすぐ巻いてねって言うんですけど、はい、はい、それがなかなかできないんですよ皆さん。あ、ね、なんか角度ついちゃってるよ、大丈夫大丈夫、やっぱバレたみたいな。うん、なんかやっぱりバイトがあって竿を立てて合わせろっていうのがやっぱり映像とかでも昔から見られてる形ですよ。だから、うん、針ってこんなに合わせるほど針先ってそんな長くないですか。そうですね、結局ちょっとまっすぐ巻いてあげれば別にこれだけ針ところまで決めさすだけなんで。あ、でも確かに小倉さんのあの動画シリーズで見ると手元だけシャ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 っていう感じでこうなんかバイトがあったらシャ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 っていうのがつまりそういうことなんですね。で乗ってからまあファイトの便宜上たまたま角度がついちゃってるっていう。ああ、ありがとうございます。なんかいろいろね注文が多すぎますよね、ラインスラックで。いやでも。だけどね、あのね、結
構地方のやっぱりポッパーさんとかなんかはそのイメージあるじゃないですか、うん、その昔ながらのね、だから出たらもうああもうびっくり声合わせするじゃないですか、必ず出たって。え、でも昔のあの竿こそそれやったら絶対入らないんじゃない。でもそうそう、だからみんな出て、出るだけで腹筋がさせられなかったり、腹筋側が甘くて手元でバレたりって、なんかトップウォーターの昔の動画って大体 出るだけバラす、必ずいっぱい入ってて、キャッチなんか何バイト何フィッシュなんてさ、あの言い方はさ、それでできちゃったもんね。例えば5バイト1フィッシュだったら、もうワンフィッシュでしょってことなんですよ、うん、その棒自慢するのみたいなところがジュース、もう5出るんだったら5かけようよっていう。自分はですね、このクリアブルーノーズね、熟考の末ですね、この色を今回チョイスして入手してみました。いやいい色だなっていうことで、まあちょっとねプロペラが少しね、ずれてしまった時とかに向けてですね、この背びれ何個か持っておくと非常に安心なんですよね。でぶつけて、でその場でね直したりっていうのがねなかなかね難しいなっていうことで、いくつかねチャンスがあったら、状態のいい背びれをね持っておきたいな、ね、ここに関しては実はですね、先日あの浅草のラインスラックに行った時にですね、小倉さんにこの背びれのプロペラがちょっと曲がってしまった時の修正方法ね、これを、細かく聞いてくることができたので、そちらもねタイミングであの動画にしていこうかななんていうふうに思うんですけども、まずはまあねこのね、先日の動画でも、特集しましたけども、小倉さんが一つ一つ丁寧に泳ぎをチェックしてね、それでね出荷されているっていうね、この背びれね、この袋に入って出した状態がまずはね一番状態がいいと思いますので、で、自分はですねこのカラーすごいなと思ってこのねクリアブルーノーズ、選んでみました。じゃあね早速出していきたいと思います。おなじみのラインスラックのこういった袋に入っていて、じゃじゃーん、いや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 、これね、自分がこの色を選んだ理由、これがね袋から出したらもう一目瞭然なんじゃないかなと思うんですけど、この透明感ちょっとなくないですかね。えほら後ろに指やってみますけど、これですよこれね。えああこのねえ綺麗なね、ほら後ろの指こうやって見える、これで分かりやすいかなと思うんですけども、とにかくね透明感がすごいんですよこのカラーね。え先日背びれでね3連発したよなんていう動画を上げましたけども、背びれって結構自分見えバスに対してサイトフィッシングで投げることが多くて、でレッドヘッドとかのですね、これ騙されるかなみたいなカラーでも背びれってね釣れちゃうっていうのがあるんですけども、そんな時の見えバスとかに対して投げてみたいなと思ってこのカラー選んでみました。この透明感ですよね。でこれでこのプロペラのこうキラ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 ーっていうきらめき、そしてなんだろうって近寄ってきたらこの透明感ね、このダブルスタンバイで今までちょっと見切っていたようなブラックバスもですね思わずねバイトしてしまうんじゃないかということで、このクリアブルーノーズですね、このカラー背書きでもね欲しかったわけなんです。まあ出しどころとしては先ほどご説明したようにサイトフィッシングで見えバス
ね、ワームとかでもなかなか反応しないようなそういったバス、それに向けて投げてみたいなっていうのと、あとは三条湖ですね、クリアレイクなんかで、投げてみたいなね、そんな感じで、この色選んでみました。ワームの釣りなんかだとこういったね、ワームのあの透けたね透明感を生かしてすごいクリアなカラーなんかねありますので、そういったのでホバストをしたりミドストをしたりすることによって、魚を騙したりっていうことがね、できるかと思うんですけども、トップウォーターの釣りでもそういうことができちゃうんじゃないかなっていうことで、でこのクリアカラーならではの光が通過するときに発生する独特なアピールね、これはこの色もうねありありのありじゃないですかっていうことで、いや改めてね家でこうやって開けて撮影してみてもこの透明感ってやっぱりすごいよなって思って、で多分ね企業秘密なのかもしれないんですけども、あのラインスラックの小倉さんに聞いたらこの透明感を出すためにねいくつものね秘密があるっていうことで、自分もね実際にあの浅草ラインスラックに行った際にね、聞くことができたんですけども、ここに関してはちょっとね企業秘密かもしれないので、ただ浅草行って小倉さんがいたらあのクリア感の秘密ってなんかあるんですかなんて聞いた、ああそれはこうこうこういうことだよなんていう風にね教えてくれるかもしれないので、ぜひ聞いてみてください。自分聞いてね、あーなるほどね、だからちょっと見たことないようなこんな透明感なんだってね、すごいね、あ聞いて納得ね、まあそりゃそうだよなっていうね、だからこんな透明なんだって、まあ透明透明透明ってね言い続けてますけども、今回の2022年の新色の中では自分はねこの透明感ね、ハマってしまって、まあまあ今ね家で開けてみましたから、ちょっとね早速次回ね釣りに行く時なんかもう一群ボックスの中にねこのクリアブルーノーズを入れてですね釣りに向かいたいと思います。で大人気のこのね背びれですけども、各予約分みたいなのはもうねすごい数作ったけどももうほぼ売り切れっていうことで、で店頭在庫分というかねお店とかで陳列する分を、何やら、今ね、追加で、作っているよなんていうのね LINE スラックのインスタグラムとかで見たので、タイミングで釣り具屋さんに行くとね、買えるかもしれないので、2022年の新色ですね、気になるカラーなんかはちょっとチェックしておいてはいかがでしょうか。やはりですね、こう今月これ出るよって言ったタイミングで予約しておくとね確実にね手に入りやすいっていうところはあるかと思いますので、もう7月1日過ぎてですね、各釣り具屋さんのその SNS とか見ると、いよいよ背びれ新色発送しますみたいな感じで、今日発売開始ですみたいな感じでね、昨日いろいろと書いてあったので、皆様のお手元にも届き出す頃ではないかなということで、まあほんとよく釣れる、トップウォータープラグですから、まだ持っていない方はですねぜひね背びれ、探ってみてですね、もし手に入ったらですね、見えバスから、まあ、見えないバスまで、タイミングタイミングでね、投げてみてはいかがでしょうか。自分はね、このから手に入ったんで、頑張ってねトップウォーターフィッシング楽しみたいと思います。ね、先ほどちょっと言いましたけども、結構ね細かく教えてくれたんで、この背びれのプロペラの調整についての動画もね、近日中に、確実にアップしたいと思いますので、あれ最近このプロペラの周りが具合悪いななんていう方はね、そちらもぜひね楽しみに待っていてください。はい、というわけで、本日の釣り子 TV はこちら、浅草ラインスラックからね7月1日、背びれの2022年新色ね、全部出ましたけども、自分はこのクリアブルーノーズ、これを入手してみて、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。また会おうぜ。